あらま、わら。さあ、帰ってきた。さあって、牢獄の街。ここのね、下の井戸でね、回復とセーブできるんだけど、ね、こっち来るまでの間に敵出るかもしれないから、絶望で済ました。もう一回戦う？これは一体大魔王の部下に身をやつしながら聖なる心を持つ門番よ、ね、そこにいる者たちこそ長い間待ち望んでいた大魔王の存在を揺るがすものだ。さあ門を開きなさい。北斗の拳の雷賀風がっすよね。我々兄弟はね、滅ぼされた巨人族の生き残り、従うふりをしながらこの時を待っていたのだ、この町を治める悪魔はかなり手強いぞ、取られたふりをして様子を見るといい。さあ行こう。おやおや、珍しいな。まあいい、俺はこいつらをぶち込んでおく。外の様子を見てこい。2倍速で走れ。おせえな。おい、お前たち。あ、は、はい。あ、わかりました。装備全部残ってるし。アモス、宝箱だぞ、はい、荷物のチェックもせずにバーカーが暴れた。スニーキングミッションだったかバトルだったかなって思ったんだけど。ガバガバ。無理かなこれ。無理やね、こっちじゃないんだね。ドーン。うん。確かシュウヤ、私が分からぬか、兵士だったソルディだ。トム、トムじゃないか。私はあの日、ムドを倒し城に戻るはずが、気がつくとこの世界にいたのだ。どうやって来たのかは覚えておらん。そしてここまでは潜り込むことができたのだが、牢の扉を開くにはどうやら悪魔を倒すしかないようだ。ね、ムドを倒したお前たちなら、あるいは、やってくれるな。これを持っていくといい。兵士の服をくれてやろう。その服を使えば悪魔に近づけるかもしれん。メダル、よし。ドランゴとか大変だろうな。異常なし。これ話しかけても確かね。何かご用ですか。兵士のふりをしていたんですか。アンナ、見つかったらどんな目に遭わされるか。私は大丈夫です。見つからないうちに早く。よし、大丈夫だ。用が済んだら鍵をかけておけよ、ね、はーい。締め方わかんない。うん、交代ならまだだ。あのアマさんには参るような。まだ俺たちに説教しようとしてんだからよ。煮るなり泣くなり好きに仕上がれ。
あ、バレた。なんでやねん。まだ情報を集めてるんだから。それにつけても無能どもだ。無道じゃなくて無能だなみたいな。助けに来るのは俺なんかよりあんなを、ね、煮るなり焼くなり目の前で着替えたんだろう。おっとっとっと、あ、僕の兄は無事でしょうか。そうですか、よろしくお願いします。あと4個、とりあえずまずはアイテムを集めようか。鎖鎌、今さら。あと3個、あと2個。お、あんた頼むよ、もう少し食べ物くれよ、おかしちまうよ。人の心ってもんがないのかね。魔物です。おい、俺たちの町だ、勝手に歩き回るんじゃねえよ。よし、あと1個。今頑張った。あん、あそこだっけ、あれだ、両方とも光ったぞ。1個しかないのに両方光ったぞ。じゃああれイベントアイテムだから違うか。子供たちには手を出さないでください。ギロチン発見。お父さん死刑だな。なんでもありません。あったあった、これでラストか。こんな目に遭わなくてはいけないんですか。大魔王が大切なんですか。なんでことを言うんだ。悪魔様に聞かれたら、なんでもありません、なんでもありません。うちの人に罰を与えないでください。口先だけですから。飛び込んだら死ねるかしら。あ、むしろすでに先駆者がいる。なんだい、あんたも死のうってのか。ええぞ、それがええぞ。生きてりゃいつかいいこともあるぞ。死んでええことなんかあれはせえへんのじゃ。魔王が世界征服したらこの町みたいになってしまうのか。兵隊さん、早くそうならないかな。力の出る種の研究はまだ途中だべよ。うちの人を休ませてください。このままじゃ死んでしまいます。さあ、 OK だ。スパシュ、力の出る種の研究、ね、力の種1000個、まさに牢獄の町ですよ。みんなに希望を失わないようにね、あんなもろうに入れられちゃったんだよ。大魔王が作った世界なんかで俺は死ぬのか。人思いに殺してくれ。強い武器を作る方法。お、なかなかいい武器ですね。ご覧よ、子供たちの無邪気な顔。ここがどんなところかわからないのね。僕のお父さんはこの町のリーダーなんだよ。行っちゃダメなんだって。ここはどこ、どうしてお外に出ちゃいけないのって。残念ながら武道酒も何も置いてないぜ。アンナは不思議な優しい声で励ましてくれていたんだよ。腹立たしかったんでしょ、悪魔には。
僕は最低のクズさ。アンナが連れて行かれる時何もできなかった。ごめんよ、ごめんよ。兄がさらわれてしまったんです。いずれギロッツェンに。一応食堂だけど名ばかりさっと配給される材料じゃろくなもん作れはしねえんだぜ。アクバーやダイバオにとってはわしら人間はゴミみてえなもんじゃ。兵士のやつら偉そうにしやがってよ。フラグどこだったっけ。わ、これがわからない。処刑が始まるんだよね。どうやったら始まるんだったっけな。お、不思議な木。手かさかしても見つかりませんよと。聖なる力が働いていて千里眼でも見えやしませんよ。早く大魔王様を倒す力を持つ者の存在を確かめんか。ね、私です。よ、ご苦労さん。ご苦労さん。地下牢にいられてるアンナの面白い話を聞いたが、明日、魂を追いつけるのだ。ね、アクバー様の妻に。ひどい、最低のクズね。イラッとすんな。早どけ。お、刃の光、ギロチンの刃にも磨きをかけておかねば。お前あんまり見かけない顔だな。シーナー、一ついいことを教えておいてやろう。悪魔様には逆らうなよ。大魔王様の右腕だ。ガンガンのね、ドラクエ6漫画だとね、テリーに一瞬でボコられるんだよね。ちなみに名前はボッツ、ボッツ、ボッツ。何をしている。アクバー様のお部屋だ。はい、さっさと自分の仕事に戻らんか。高い、めいたうまいぶどう酒が飲みてえな。一番いいの自分たちが隠してるんじゃねえか。まったく頑固な連中だぜ。とりあえずこの宝をもらっていこう。いたいたいた。破滅の盾来た。全ての耐性マイナス50。最強の盾だとは思わんか。何の装備する意味があるのか。破滅の盾、誰が装備するんだよこんなもん。黒入ったかな。ねえ、破滅の盾、破滅の盾。守備力だけは、そんな守備力も高くないんだよね、別に。まあ、だからマジンガさんと戦う時とかなら装備してもいいのかもしれないけど。まあ、全くいらないな。ブドウ酒。まあ、情報は一通り集めたね。で、シスターが今、明日、悪魔の魂を植え付けられるっていう情報、多分これが必要だったんだけどね。さーて。よし。
ふう。あれ、これだったと思うんだけどな、フラグ。あれれわからない、これがわからない。誰だ条件。あれ、わかんねえ。一通り話したんだけどな。あれ、フラグがわからん。これか。あー、よかった。道具屋の主人、こっそりとね。ダメージ受けが通り過ぎて結構痛かった。こいつじゃない。道具屋の主人。あ、これか。お、悪いけど置いてませんよって。え、悪魔を倒して。あー、困りますよこんなところで。裏地、裏地。ゴンさん。ゴンなら俺だが、明日にはシスターだ。なんてこった。悪魔を倒すってのか。それとは無茶だよ。くそ、ぶどう酒ぐらい飲ませてやるぜ。ぶどう酒だ、ぶどう酒だ。悪魔を倒したなんて無茶もいいとこですぞ。とどれほど強いかよく分かってないんでしょう。あんなを放ってはおけないし、どうしたものか。ぶどう酒あげます。どうです、いけるでしょう。飲まないでくださいね。訳ありの特製のぶどう酒ですからね。
ただいまより囚人の処刑を執り行う。なんだって。兄さん。弟よ、兄さんはもう終わりだ。お前は長生きしろよ。歩け。そんな、兄さん。こんなことになっちまった。急ごう。ではこれよりお待ちかねの処刑を行う、ね、お前たちも我々に逆らうとこの男のような目に遭うことが分かっておく。よし、ロープを切れ。待ってくれ。文句あるのか。ダメだ、課題1個ね。あ、じゃあボコボコにしてやるよ。おい、そこ何ごちゃごちゃ言ってるんだ。この男を助けないなら助けてやってもよいぞ。貴様が身代わりになればな。クソ弱え。マシゲル。ダーン。次の戦闘のことを考えて。体力高っ。一応ボス扱いなのか。マックス状態で次の戦闘に行けるようにしてるんだね。体力高っけえな。何も怖いことはないね。時間がかかってだるいっていうだけ。もうただの雑魚だと思ってたからバイキルトしなかったけど、した方がいいんだ。死ぬ要素がない。まあ MP を節約気味に。体力高いな。ちょっと1体倒すまで先に倒しちゃうか。
もうちょっと順番に攻撃して。よし、こんだけ体力があれば安心。めちゃくちゃ体力高いっすねこいつら。経験値1000しかくれないのに。貴様マーティー、これは一体何の騒ぎだ。おお、なかなか勇気があるな。色の勇気が命取りだ。これ負け犬だったよね。全員絶対麻痺するかなんかだったと思うんだけど。まあ、一応真面目に戦うか。ダッパに痛い。しかも2回攻撃。今のうちに聖剣武器とかが当たるか確認しとくか。当たる。でもドランゴにな、賢者の石つけちゃうと攻撃ができない。何にも怖くない。ザラキーマ怖っ。こっち全部グループだからザラキーマの意味はないけど。負け犬じゃなかったっけ。あ、秒数かかってるから次のターンで終わりか。あら、デフォマラ。避けんじゃん。まあ、ちゃんと戦っていこう。やっぱそうだよね。体がしびれて動けなくなった。負け犬だね。たわいもないやつらよ。卑怯だぞ負け犬は。まったく手こずらせやがって。すぐには処刑しないぜ。怯えながら過ごすんだな。こいつらこんな鍵と兵士の服まで持ってやがったぞ。ん、どこかに。一体どこで。まあ鍵と服は預かっておこう。しっかり見張っておけ。ああ、疲れた。戻って酒でも飲もうぜ。この騒ぎでまた兵士長殿に怒られます。やってられませんね。まったくだ。うまいぶどう酒でも持って行ってご機嫌を取らなきゃな。鍵と服を取り上げられ再び牢に入れられたのだ。兵士たちの戦いで疲れた修也たちは深い眠りにつき、やがて夜が明けた。